LED パレードチャンネル。今回はですね、ヤマハマジェスティのキーレスエントリー、こちらのですね、電池の交換道、これね、ヤマハのキーレスエントリーです。まあ、軽くはつくんですけど、すぐね、まあ、ほぼもう動かないちゅうことで、こちらですね、こっから開けます。作動しないですよね、これがね。ここ開けますね。これ鍵が入ってるんですけど、まあ、これちょっと私借り物なんで、バイク今借りてるんですけど、で本当にね、一発で前までかかってたんですけど、多分もう電池がなかったんでしょうね。これは置いておいて、で、ね、ドライバーで開くということでですね、ネットで調べました。そしたら、ね、こちらの方にマイナスドライバーを差し込んで回してくださいと書いてます。で、あんまりね、強く回すとプラスチック壊れちゃうんで、なんか布をあてがってくださいとか、普通にドライバーあります、ね、これで外れるらしいんですけど、 CR2025 でございます。 3V。 布をあてがわないといけないんでね、ちょっと余ってるこの布を当て、はい、じゃあここ開けていきましょう。失敗したらごめんなさい。開いた。簡単にパカッていましたね。はい、ちょっとだけパカッと横が開きました。はい、このままですね。もう一回こっち側も、はい、開きましたね。ここにあるんですか。はい、開けましたね。こういう感じですね、中身は。はい、この感じで入ってるんですね。ってことは、ここの面はマイナスですね。反対がプラスですか。一応ね、中も見ときましょうか、どんな感じか。うわ、結構すごいですね、中。こんななってんだ。で、スイッチが2つあると、こことここで。はい、じゃあ電池変えましょう。やばい、これでショートした。はい、電池入れると。はい、入りました。入りましたね、簡単に。今見えてるのが、マイナス側です。いろいろ文字変えてたり、CR の2025って変えてる方が、プラスの方ですね。そしてここ綺麗に、あ、こっちからやった方がいいですよね。そのまま ここを、はい、バッチリっす。はい、簡単ですね。マイナスドライバーがあればいい。マイナスドライバーはもう100均で売ってますから。大きさはね、まあ100均になんか何本も入ってるやつありますよね。それと一緒です。できればね、多分このドライバーちょっと細いんですけど、太い方でやった方が綺麗に開くと思います。パカンと傷もついてないですね。まあ、借り物なんでね、ちょっと慎重にやらないといけない。いいですね。電気もついてます。ちょっと試してみましょう。バイクのとこ行って。で、ヤマハマジェスティ
スマートキー、リモコンキー、その電池の交換の動画でございました。まあ電池はね、ほんとこれ100均で売ってますから。まあこれとこれ合わせたら本当に200円で、しかもすぐできます。ね。いざという時のためにも先に買いといた方がいいかもしれないですね。はい。今時間がある時にこういうことやりましょう。というわけで LED パレードでございました。他の動画もぜひ見てください。